はい、これじゃあ今日はリフトアップのテクニックをやっていきます。こっちは正面から映してみてください。そしたらここのラインの部分とこのラインの部分だ、微妙にこちらよりこっちの少し膨れてます。で、動画で見るとなかなか分かりにくいんだけど、実際はここ少し膨れてます。そしてこうした時に、こっち見てくれる、はい、はい、その時に目尻がこっちが少し下がってるんですよ。微妙に、そんなにガツッと下がってるわけじゃないんだけど、もともとはそう、リフトアップ必要なお顔じゃないんですよね。でもこれで、じゃここをリフトアップしましょうと、まあ、これお顔だけじゃなくて他からもリフトアップはできるんですが、一応今顔でアプローチやってみます。よろしいですか。はい、じゃあこれ上を見てみましょう。よくリフトアップコースとかでね、エステティックサロンでこうやりますけど、うちのテクニックでいうあれはほとんど必要ないです。で、じゃあ何をするかというと、この皮膚のこの表情筋、筋肉、ね、うちの愉快EXクリームでも、当然効果十分あります。ただ、愉快EXクリームは筋肉のクリームであって、ここの表情筋塗るための筋肉じゃないんで、ちょっと、メントルが入ってます。だからちょっと水質するんで、テクニック的にはあまりおすすめはできませんが、やってる人はたくさんいます。で、じゃあここに対してアップしますよ。はい。で、ここに、私のところで、正眼コース、顔をね、整えるコース、小顔コースっていうかね、それをするときに、この筋肉、この皮膚、ここに対して振動、細かい振動、このヒットマッサージで、このヒットマッサージで細かい振動を与えて、そこのリンパと血液の中でもう瞬間的にバーッと流してしまいます。そしたら、この皮膚は、筋肉は、スーッと元の正常の状態、ね、まあ、若返りっていうか、に変えていきます。それをちょっとやってみましょうね。はい、やります。今お顔の方のリンパの流れ、血液の流れを良くしました。で、今度は頭もこの皮膚、顔の筋肉を動かすちょうど側頭で、ね、頭の横から上もありますので、そこも刺激入れますよ。
動きましょう。で前からちょっと見てみましょうね。どうですか。あ、こちらの眉毛の眉尻がこうクッと上がってきます。でこの目がもうこっち見てくれる？目がガスッと大きくなっています。でここはもうすっきりこう、こちらよりもこっちに今すっきりしている。ね、まあ動画で見抜くかもしれないけど実際はもうすごくすっきりしています。はい、これがリフトアップ小顔講師です。以上です。